始まりました。 CS 初美少女バコ、フジテレビの深夜にお送りしていた番組が CS に殴り込み、狙うは全国ネットで全国制覇。注目の美少女軍団30名をギュッと箱に詰め込んで、今日は東に明日は西に、楽しいことがあると聞いたら神出鬼没の大暴れ。箱の中にはブレイク寸前あなた好みの美女ばかり。今日はここでボックスオープン。 CS 初美少女バコ、CS 初美少女箱、はい、今夜もここですね、八景島シーパラダイスからお送りします。はい、はい、これ日本撮り何ですかそれ。いやいや、なんかだって偶然にも衣装が一緒だよ。偶然ですね、うん、こんなすごい、ね、スタイリストさんの多分技量ですよ ね、 これね。あ、そうなの。うすら貼ったなんかポイントがボロボロになったりしますよ。脱いだからね、一回ね。あ、二回脱いだから私こんなの貼った覚えないんですか。やっぱりね、ちょっとね、2週間経つとこのぐらいになっちゃう。スタイリストさんはちょっと保管が悪かったのかな。保管が悪かった同じ衣装だ、ね、そう、同じ衣装だったからね、はい、分かりました。それでは当番組が誇る美少女たちをご紹介しましょう。吉田優輝、平野綾、伊藤彩香の3人組スプリングス、初代藤娘下村真理と2代目藤娘林恵理子、そして高見沢俊彦プロデュースによるドールズボックス。その中から今回はこちらのメンバーが、高田彩香、矢口聖奈、奥田佳菜子、山本優香、岸香里奈、鈴木香澄、坂田智美、大島優子、武田あずさ、垣内彩美、横山瑠璃香、小林真央、佐藤樹里、森絵里香、松本空、船越彩香。さあ今度はですね、楽しみながら海の生き物のことが勉強できちゃうアクアミュージアムに行きたいと思います。アクアミュージアムだ。マリちゃんはどうですか。マリちゃん、海の生き物って誰、何が好きですか。何が好き、ええ、海の生き物、ええ、なんだろう、ええ、タコ。マリちゃん、これはお魚屋さんで見てもらっていいですか。タコ美味しい、ね、美味しいとか言わないでください、ここで美味しいね。はい、そう、わあ、ペンギン。ペンギン、ほら、かわいそう。すごい。下村1年経ったらタコになっちゃうよ。タコですよ。変わってきましたね。変わってきましたよ。変わってきました。はい。若ちゃんはどうですか。私ちなみに、うん、そうですね。まあ、特にあまりない。おいおい。上げてってテンション。ごめんなさい。上げてってだ。皆さんあまり海の生き物に詳しくないようなので、お勉強を兼ねてアクアミュージアムを見学しましょう。分かっちゃいましたね。はい、書いた。ほら、ポマちゃんです。ポマちゃんです。ママちゃん来てますよ。ママちゃん、皆さんぜひアップで見てくださいね。この顔が可愛いでしょ。顔が、はい、見ました。ママちゃん、なにこの顔。結構こういう顔してますよね、秋葉原のね、あのファンの人たち結構ね。してないです。してないですか。してないですよ。こういう感じでカメラ持ってたらもうこれね、あれファンかなって。そうそうそう、ファンかなって。エイトもいますよ、ほら。すごい。あ、何だろう。下村、下村、アジ、アジ。下村、食べ物です、食べ物。アジだよ、すごい。アジだよ。アジですよ。アジだ、可愛いんだ。アジ、アジ、アジ。アジ、美味しそうだよ。下村だけです、美味しそうっつってんのはね。可愛いとか言いましょうね。そうですよ。何が来るんだ。うわ、ちょっと見てよ赤ちゃん、はい、はみ出しちゃってる、はみ出しちゃってるこれ、なにこれ、うわ、これ海に飛び出しちゃってるこれ。皆さん見えますか。すごい。ということでやってきたのはサーフコースター。いや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 、レールが海の上にありますから、はい、もうとにかく海です。はい、とにかく何でも落としたらもう最後、ね、もう一緒出てきません、うん、いいですか。メンバーの人数を改めて確認しといてください。ね、いいですか。そうね。ね、うん、それでも乗りたいですか。乗りたい。乗りたいですか。乗りたい。はい。だからこそ美少女クイズ開始したいと思います。はい。今回の課題は計算。サーフコースターに乗っている途中で足し算が書かれたフリップを見つけ計算するだけの至ってシンプルなクイズ。しかしサーフコースターの恐怖に耐えながら考えるのは至難の業。皆さんちゃんと答えを見つけて帰ってきてください。ただ皆さん、なんかよくルールだけ聞くと分かりませんよね。なんかの見本があった方がいいですかね。はい、ああ、まあね、見本が見たい人。はい、見本が見たい人。はい、あ、いってらっしゃい。え、なんで一人だろ。
私一人なの？なんでみんなと一緒に乗ったっていいじゃんって本でも。もうやだやだ絶対やだやだ。やばそうです。全然やばそうです。もしかするとモザイクが入ってしまうかもしれません。簡単でしたか？まあ簡単っちゃ簡単です。難しいって言っちゃ難しい。あ、そうですか。感じですかね。じゃあもうその見る余裕はあったってことですよね。まあ見えれば、まあ、見れるし、見えないなら見れないって感じですかね。なんかもう、言葉が完全にこうどっちつかずになってますけど。で、まあちなみに、まあ私は何も見れなかったです。ね、どこにもない。いやどこにもない。そんなことないですよ。だって私フリップは左側にありまして、左側まで聞いてんのになかったもん。あ、そんなズルまでしたのに。わかんない。それでは答え合わせしてみましょうか。はい、じゃあ今から書いてもらいたいと思います。式を書きますか？式はどうします？全部合っていたら2点、合計だけだったら1点。そうしましょうかね。はい、それじゃあ答えをお書きください。どうぞ。そうですよ、確かに答えが書いてあったわけじゃないですよね。そうです、式が書いてありました。式が書いてありました。はい、まだ自信持って言ってますけど。何ですか？あ、そうですよね。そうです、リベンジしたんですもんね。はい、あ、答えは赤ちゃんのみ知っております。ります。あれ、あんなに自信持ってた割には揉めてるチームが。大丈夫ですか？今更なんて揉めてますよ。はい、はい、答えを見てみましょう。じゃあ最後 D チームは答えどうぞ。はい、437です。あれ、 D チーム式がないですね。式は分かってるんですけど、あえて書きませんでした。おー、作戦ですね。上行ってますね。上行ってます。変に間違えて上でされるよりは、なくていいと。分かりました、はい、じゃあいきましょう。答えは若ちゃんのみぞ知るところでございますが、はい、あるんでしょうか正解は。そうですね、私が見たのも近いです。近い。若ちゃん何言ってるんですか？答えを見てきてくださいって言ったら近いって何ですか？じゃあもうしょうがないですから、こちら答え書いてますから。本当に何のために見ようだったんですか？じゃあ答え発表してください。はい、答えは312と数125は437です。全員正解です。ということで以上で競技終了。ということで、ポイントの方を、見ていきたいと思いますね。では結果発表させていただきます。はい、A チーム何ポイントですか？4です。4ポイント。そして B チームは2ポイント。 2ポイント。 C チームは5ポイントです。5ポイント。 D チームは5ポイント。ということは一番少ないチームは2ポイントの B チームの罰ゲーム決定。若ちゃんと同じ顔してますよ。みんなどうした？すごいですよ。あ、よだれが。よだれが。美少女のよだれが。みんな。はい、お疲れ様でした。はい、ご苦労様でした。頑張りました。罰ゲーム終了です。本当辛かったね。いか
がでしたか？ CS 初美少女箱、好みの女の子は見つかりましたか？お目当ての女の子は頑張ってましたか？次回はどこで美少女の箱が開くのか、お見逃しのないように。それではまた箱が開く日をお楽しみに。